はっきりこのディオの動きが見えるらしいな、ジョータロウ。おかげさんでな。華僑院は大したお手柄だったよな。華僑院が我がザワールドの能力の謎を解いたおかげで、お前は止まった時の中で動くことを認識し、我が世界に入門することができた。そこでこのディオは考える。果たしてお前はどの程度止まった世界で動けるのかと。2秒か3秒か、ひょっとすると私と同じ5秒は動けるのに動けないふりをしているのだろうかとね。どうなんだ。まずいぜ。もう少し練習すりゃもっと長く動けそうだが、今は一瞬動くのがやっとだ。私の思うに多分まだ一瞬しか動けない。だがお前が静止した時の世界に入門してきたからには、お前という男を侮って近づくのは賢い者のすることではない。まだ私の方が圧倒的に有利だとしてもだ。そこでジョータロー、貴様が何秒動けようと関係のない処刑を思いついた。青ざめたな。このナイフを見て、老いぼれのジョセフの時より恐ろしい結末になるのを気づいたようだな。野郎、なんてことを思いつくんだ。こいつはヤバいぜ。はあ、逃れることはできん。ザ・ワールド。5秒前。時が動き出した時、いくらお前のスタープラチナでも、そのナイフの数、果たして全部の本数を弾き飛ばせるかな。4秒前。見えてしまっていることが逆に恐怖だな、ジョータロー。あと3秒。おらー。